秘宝浅野邪魔が急上昇トレンド入り、現地でも叫ばれるのファンの反応集を紹介します。それではどうぞ。完全にシュートコースで塞いでディフェンス上手くなったな浅野、まさか日本に三笘のドリブルを止めれる選手がいるとは。古橋はこういうところで DF 引きつけたり斜めに走って裏抜けたり本当にうまいよ。さすがの三笘でも前に DF3 人はきついか。しかも一人はことごとく三笘の先を塞ぐ超有能 DF なんだもんな。なんかユニフォーム青いけど三笘を止められる数少ない男、浅野邪魔がトレンド入りしてるんやけど、相手ディフェンスに手で押し込まれてるのを見ると気の毒。重心の逆をつこうとする三笘と、三笘の行きそうな方の逆に行こうとする浅野になってるから、結果的に一番三笘の前に立ちはだかれそう。いいディフェンスだな。ドリブルのコースもシュートコースも全て消えてる。ウルグアイ戦の映像を見ると浅野相手に押されてコースに入っちゃってんだな。次の瞬間には三笘が左にフェイント入れてるから、そのままの方が邪魔にならないと思って動かなかったように見える。浅野邪魔ってこの試合のことなのかはわからないけど、一つ気になったので。これ自分で動いたんじゃなくて相手チームに押された結果浅野邪魔になってないか。浅野裏抜けは実際めちゃめちゃうまいし、中じゃなく外に出てボールもらうタイプだけど、これは DF うまいよ。これはサッカーしてる人にしかわからないし、実際そんなところまで見てる人は少ないから仕方ない。浅野だって DF から逃げる動きしたいけど、このシーンは単純にさせてくれなかった。コロンビア戦、私はボール裏から見ていたのですが、浅野が出てきた瞬間に「おいマジかよ!」と叫びました。その結果彼が竹に邪魔されて一周回ってしまい、みんなが笑っていました。守備陣は三笘の進む方向とは逆方向に誘導され、浅野は三笘が進みたい方向に来ます。これは完璧な守備でありさすがです。浅野邪魔がトレンドになっていたので見てみましたが、確かに彼は邪魔していました。わら、ただ彼が外に広がろうとした際には相手選手がいて、その選手は三笘の方向に行きたがっていたため、浅野は結果的に三笘の前に出ることになっただけです。つまり浅野が悪いわけではありません。私は代表戦を見逃してしまったのですが、浅野邪魔がトレンド入りしていたので笑ってしまいました。これが有名な浅野邪魔か。わら、確かに邪魔だな。昔クラブワールドカップでバルサのデコのシュートに対してロナウジーニョが進路開けるために相手選手に腰でタックルしてたのを思い出した。経験値の差って大きいな。一流はバリエーションが多い。いろいろな意見がありますが、ワールドカップでドイツを沈めるゴールを決めたことに変わりはありません。選ばれているからには批判も声援もバネに活躍を期待したいですね。最後にあなたの反応も教えてくださいね。チャンネル登録もお願いします。